じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、今日は〇〇選手と〇〇選手の比較しよう。失礼な話だな、まあ、本当にでも気になっちゃうんだよね。大阪桐蔭のでも同級生ですよね。ドラフトの時 もうドラフト前から甲子園の時から注目されてましたよね。まあな、はい、誰と誰、ロッテの藤原選手と中日の根尾選手、比較と両方ともドラフト1位だっけ。藤原もそうだっけな。そうですね、そうだな、根尾もそうだよな、はい、すごいよな。で根尾、ね、選手に関しては投手 と、うん、バッター、うん、両方どうなるのか、二刀流ね、はい、注目もされて、まあ、野手一本になったけどね今。そうですね、うん、どう見てます豊さん。これはね、はい、性格の違いだよね、うん、藤原って切符がいい、はい、やんちゃ、うん、もうこれ打てなかったらもうしょうがないだろうみたいな、はい、居直りが効くタイプだよ。でネオは全てを自分の責任として受け入れるタイプ、背負っちゃうタイプ。あ、だ見た目だよ、はい、だから成長度が遅いネオ選手の方が、うん、でも確実に来てる、はい、でも藤原っていうのはコロナの影響があって、うん、井口監督は使う気なかったらしいんだよ。あのコロナの影響の、うん、入れ替えがなかったら、入れ替えがなかったら、ま、うん、2軍でもうちょっとちゃんと勉強させてみたいなことを思ってたんだけど、使ってみると、うん、やっぱその舞台に合うという。強いんですかね、そういう大舞台。いやだからやんちゃなんだよ、うん、いい意味ですね。おしゃこい来たみたいな、チャンスがみたいな、はい、ネオはチャンスが来ても僕でいいんですかねみたいな、うんうんうん、なんか周りに気を使っちゃうみたいな、はい、なんかそういう性格的な差もあって、うん、なんか藤原の方が勢いを感じるよね。そうですね、確かに去年 あの勢いというか見てしまうと、うん、もう今年もだって開幕あれですよね、きっともう一番センターかなんかで使うでしょ、はい、そうですよね、うん、で足も速いしね。そうですよね、うん、ただそのネオ選手もそのポジションがなかなか決まらなかったっていう最初から、うんうんうん、っていう不安なこともあるのかな。中日はレギュラーはいるもん、はい、ちゃんとポジションに一人一人、はい、だからそこを突き破っていかなきゃいけないけど、うん、ネオは今年変わったな。やっぱ立浪の影響かわからないけど、はい、やっぱ構え方も変わったし、うん、それまでね藤原はバットを振れるんだよ、うん、体振るんじゃなくて、ネオはそれまで体を振ってたんだよ、バット振らなくて、はい、いやいやそれだけ体振ったらバット振れないだろうってどっちかにしろよみたいな、うん、でも藤原はしっかりバットを振れるんだよ、はい、だからその差があったの、うん、でも今年キャンプを見る限りでは、はい、ネオがバットが振れるようになったな。だからねプロでも勘違いしてるやつがいるんだよ、はい、こう一生懸命全力で振るフルスイングをする、うん、体を振っちゃうやつがいるんだよ、うん、そうじゃなくてバットをフルスイングしなきゃいけないのに体ごとフルスイングしてしまうというそういうタイプがいて、ネオはまさしくそのタイプだったんだよ、はい、でもネオはバットが振れるようになってきた、うん、だからいい当たりじゃないやつでも抜けていくようになったの、うん、ヒットコースに、はい、それはなぜかというと自分の形で打ててるから、うん、だからこれを継続して続けていくとポジションを取る日も近いと思う。おお、今シーズン、うん、じゃあ僕でいいんですかじゃなくて、はい、あここは僕のポジションですからみたいな、こうなってくると、はい、あの子は力を発揮してくると思う、まあ、ようやく一軍に一緒に 定着できるようになるのかっていうことです。で藤原は俺だみたいな、うん、いやいやどいてくださいよ、これは僕のポジションだからみたいな、はい、そういうね、なんていうかこう勢いを感じる。もうちょっとだから根尾選手もそういうふうに、いやそれは性格だからなかなか難しい。ただ、はい、ネオンがポジションを取った時にはこれはリーダー的な存在になる、チームのです。チームのそういう性格の方がいいですか、やっぱり。いやそれはチームがどう求めてるかだよね、はい、何を求めるか、うん、でも中日にはやっぱ野手としてのそうやってリーダーが欲しいよね。だからネオにはねぜひとも育ってほしいんだよ、うん、賢いし、はい、リーダータイプなんですね。リーダータイプ。藤原選手と根尾選手って全くそのバッティングだったりその打つ打順もそうですけどスタイルって全く違いますか。違う。藤原選手はどういうタイプなんですか。藤原はね感性でやるタイプ、うん、で根尾はやっぱ頭でやらなきゃいけないタイプだと思う。
この藤原の感性っていうのは素晴らしい感性を持ってるから。それどんなところが。いやいやもうね、野生的だから。ここでこのボールを待ってるわけじゃないけど自然と反応効くよねみたいな。それはもう天性というか。天性だな。あ、そうなんですか。それとあの性格的な勢い、はい、まあ、例えば2人が20年プロで飯食うとするじゃない、はい、20年目には同じような成績が残ってる感じがするよ俺は。今出遅れてるけどネオが。あ、最終地点は一緒のところにいるかもしれない、うん、ってことですよね。そう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 。で藤原選手は1番じゃないですか、うん、かたネオ選手はその計算をして打っていくタイプ。計算というかこうなんていうのかこう理論を持って打っていくタイプ、うん、ここにはこうやってこういうふうに打たなきゃいけなかったとかさ、はい、いろいろやっぱこう細かいと思う、うん、でも藤原はいやいや来たボールはしっかり打ちゃいいんですよってフルスイングですよっていうようなタイプ、うん、だからパリーグ向きとセリーグ向きって本当に分かれてる感じがする。それ面白いですね、うん、だからいいライバルいいライバルになってくると思うよ評価的には。いつか日本シリーズで見たいですけど、ね、いやいや見たいよな。そうですよね、うん、ネオ選手はあの打順でいうとどこを打つようなタイプなの。1番3番だな。あ、1番か3番、うんうん、だからネオはね本当に確実に来てる。周りはさやっぱああいう素材だし、はい、あれだけ騒がれてるから早く期待するじゃない、はい、でもネオはね本当に一歩一歩確実に来てるよ、うん、その確実に来てちゃんとレギュラーの位置に上り詰めた時には、はい、しっかりしたものを残せる選手だよ、うん、だから心配することはない。あ、で藤原はどこまで勢いが続くか。あ、今のってことですね、うん、今のというか。そうそうそう、藤原選手が持っている勢い。そしたら理論がついてくるから、うん、で理論を先につけながら理解させながら、うん、納得させながらやらなきゃいけないのがネオ、はい、だから先にこうなったらこうなるって計算式を教えていかなきゃいけない、うん、でも藤原は答えがあったらいいんだよ。計算式関係ないんだよ。もう感覚でそこに行けるから。そうそうそう、で後付けで、うん、あ、こういう計算式だったなっていうのがある程度の年になったら一致するようになると思う、うん、お互いが。なんかすごく逆のところにいながらも、うん、でも同じところに最終的に行けるような2人、まあ、ライバルというか。だから卵が先か鶏が先かというのと一緒で、うん、はい、理論が先なのか感性が先なのかっていう、うん、感性が大事なのかっていう、そのやっぱり性格的な部分っていうのが俺は見ててすごく感じるんだよね、うん、だからロッテというチームはいやもう行けとか言ってね、もうそれでいいんだよ。で松中がバッティングコーチ来たでしょ、はい、臨時コーチ、うん、やっぱ藤原と合うと思うんだよ。やっぱバット振るという意味では、はい、ね、で中日には立浪が来たじゃん、はい、やっぱり理論だよ。おー、こうやったらこうなるって、こういう場面はこうしなきゃダメなんだとか、こういう球はこうやって打つんだとか、うん、だからお互いいいコーチが来たなと思ってさ、今年ぴったりなコーチに教えてくださって、ね、思うよ俺は。だから藤原も、まあ、パーンホームラン打ったりとか、うん、でネオも地味だけどコツ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 ヒットを重ねてるという、うん、使われた試合にはね、はい、だからそういう結果が出てんのかなと思って、うん、いや2人は楽しみだよ。だから今は一歩、はい、藤原の方がリードはしてるけど、はい、これが30ぐらい、もうちょっと前か、28ぐらいになったら、こっちは感性でやってる、こっちは理論でやってる、うん、この感性と理論が28歳で話したときに楽しい会話になると思う。そうですね、うん、それまでにね、両選手がね、こう切磋琢磨できる2人が位置にいるとまたいいですよね、うん、そうそう、だから28歳になった頃に2人呼んで YouTube で話を聞きたいけどね、はい、ちょっともうじゃあもう今からオファーをね、もうオファー出してこないといけない。なぜか28歳の時に28、そうだ、あとだから、いや、ネオが早かったら、はい、もうちょっと早く実現する。26ぐらいで。そうですね、うん、今そうですもんね、さっきもおっしゃったように藤原選手の方がちょっと一歩先行っちゃってるから、うん、これをどん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 こう追いついていけばってことですよね、うん、感性か理論かみたいな。でもある年に
ね、感性と理論が交差して、うん、面白い話が聞けるようになる2人の、はい、それをやっぱ楽しみだよね。プロ野球、野球が好きな人だったら楽しみにしてほしいと思う。ああ、だから、まあ、いわゆる天才派だか、それとも理論派でこう来てるかってことですよね。感覚派、才能、うん、天才派だ、うん、まあそうだな、天才か秀才か、あ、どっちかだよ。面白いですね。面白い ね、この2人がね、今後こう野球界を牽引していってもくれると面白いなって思います。まあ牽引する、まあ、まあ、注目はされるだろうけど、牽引するのはもっと他にいるから、はい、うん、じゃあその他の牽引する選手を次回ちょっと話を、そうだね、はい、はい、お願いします。